おはようございます、おはようございます、ヘルチャンネルサブの時間でございますよ。チラシー、まあ、チラシ寿司はもうどうでもいいわけなんでございますが、今日もですね、元気よくですね、ヘルチャンネルサブをですねお届けしてみようかなっていうふうにですね思うわけでございます。北島三郎、そんなわけでございましてですね、今日はですね何の話題かって言ったらですね、この間オートバイのニュースを見ていましたらですね、現在の Z900 っていうオートバイがあるじゃないですか、あれの限定カラーが出たっていうふうにですねニュース流れてきたんですよ。ゴールドだったかな、ゴールドのホイールにですね、タンクもですねちょっとゴールドのですね火の玉カラーっていうのかな、まあちょっとですねあまり詳しく見てなかったんですけど、そういうですね限定色が出たというわけでございます。ちなみに Z900 はですね、吉村の方もですね昔ですねウエスクーリーさんが乗っていましたですね、そういう AMA スーパーバイク時代のですね Z900 のですね、あれ AMA だったっけ、まあいいやそういうスーパーバイク時代のですね限定カラーのですね Z900 もですねキットがあるというわけでございまして、はあ、はあ、限定カラーっていうのがそういやあったなというわけでございまして、おじさんの心に残ったですね限定カラー、もしくはですねカラーリング、衝撃を受けたカラーリングのオートバイ参戦っていうのをですねお届けしてみたいと思いますので、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。というわけでございましてですね、3位からですね1位までですねパパパッとですね伝えていこうかなっていうふうにですね思うんですけど、第3位はですね初期型の FZR400 のですねゴロワーズカラーでございます。クリスチャンサロンさんがですね乗っていましたですねヤマハのですね、その音ヤマハのですねゴロワーズカラーのですね青いカラーリングの FZR400 なんですよ。こいつはですねかっこいいなっていうふうにですね思ってですね、オズさんもですねゴロワーズカラーの FZR400 にですね乗っていたというわけでございます。めったに合わなかったよあのレーサーレプリカ全盛期の時にですねおじさんですね FZR400 乗っていたんですけど、大体ですね FZR ね買った人っていうのはですねヤマハのストロボカラーのやつをですねみんな買っていたというわけなんでございますが、なぜかおじさんはですねゴロワーズカラーを買っていたというわけでございます。もちろんですねヘルメットはですねクリスチャンサロンレプリカにですね、そしてですねソノートヤマハのですね青い T シャツにですねチームヤマハのですね青いジャンバーを着てですねブルージーンズを履いてですね青いブーツを履いて青いグローブをつけてみたいなですね、まあそういうことをですねやっていたというわけでございまして、おじさんも買ったですね FZR400 のですねゴロワーズカラーがですね第3位でございました。そして第2位なんですけど、第2位はですねこれはつい最近発売された、つい最近でもないかな、ヤマハのですね T-MAX の500だ、T-MAX 500のストロボカラーのやつがですね出たんですよ。なんとか記念車みたいな感じでですね、あれはかっこいいなっていう風にですね思ってですね思わずですね買ってしまいそうになったというわけでございます。あれですねシグナスの125もですねそういうストロボカラーのですね限定色が出ましたので、 T-MAX は買えなかったんですけど、シグナスなら買えるんじゃなかろうかというわけでございましてですね、おじさんですねそういうカラーリングでやられてですねなんかオートバイをですね買ってしまう癖もあるというところはですね皆さんにですねご報告申し上げておきます。ここでですねおまけコーナーなんですけど、今3位と2位を発表したんですけど、おまけコーナーでおじさん昔ですねホンダのバラデロっていうですねオートバイに乗っていたんですけど、ほら知らないでしょバラデロ、こいつもですね通常のカラーがあったんですけど、おじさんが乗っていたのはですねトリコロールカラーっていうですねまこと珍しいやつにですね乗っていたというわけでございましてですね、これもねカラーリングがですねすごくですねかっこいいなっていうふうにですね思ってですね、バラデロのですねトリコロールカラーに乗っていたっていうのをですね今のですねおまけコーナーでお伝えしておきます。で第1位なんですけど、これ賛同してくれる人多いと思うんだ、第1位にですねふさわしいですね VFR400 の初期型のですねロスマンズカラーですよ。びっくりしたよな、後出しじゃんけんで来やがったもんだホンダは。小田さんがですね FZR400 のですねゴロワーズカラーを買ってですね、ちょっとしてですよちょっとしてですね VFR400 のですね肩持ちでですよ踏んでですね、おまけにだロスマンズカラーっていうですね卑怯な手を使ってきたというわけでございましてですね、買ったばっかりだよって、18歳の子供がですねその頃18歳でございましたので、18歳ですぐ免許取ったんですよ。ですぐですねゴロワーズカラーの FZR400 をですね、まあ、借金しまくって買ったというわけなんでございますか、あっちこっちからね。でですね、VFR は肩持ちだっ
ったもんな。しかもアップマフラーで、あの独特の排気音ですよ。後から出すんだもんホンダはみたいな方をですね思ったんですよ。でまたこのロスマンズカラーが死ぬほどかっこよかったなっていうふうにですね思ったわけでございまして、おじさんの中でですねロスマンズカラーの VFR400 がですねカラーリングでですね衝撃を受けたですねナンバーワンのオートバイだっていうところをですねお伝えいたしました。蜂が飛んでる蜂が飛んでる。おまけコーナーはおまけコーナーでございますよ。おまけコーナーはですねおじさんがですねここ最近ですね気になってるなっていうですねまあいいなっていうふうにですね思っていたバイクっていうのがですね車種名がですねちょっと曖昧なんですけど、ヤマハのですね XSR700 っていうオートバイだったかな、あれのですね懐かしき RZ カラーですね出たんですよね。まあかなり古いと思うんですけど、あれはちょっといけ反則技だよっていうふうにですね思ったわけでございます。すっげえ似合ってるんだよな。でゴールドのホイールでしょ、白いタンクに赤ラインでゴールドのホイールでしょ、もうパーフェクトじゃないかよ君っていうふうにですね思ったわけでございます。でまたですねおじさんもですね昔 RZ 乗っていましたんで、なんかですね RZ に似てるんですよ。これがまた外観がですね、なんやり方が汚いよなヤマハって。そうね、さっきですね発表したオートバイもですねヤマハがですね2車種入っていたというわけでございまして、ああいう限定カラーとかですねカラーリングはですねヤマハがですねうまいことついてくるなっていう風にですね思うわけでございますですよね。そうこうしていたらですよ、その XSR700 のですねブラックリミテッドっていうのかな、これまた RZ の復刻カラーみたいなやつをですね出してきてですねどうしてくれるんだよ君みたいなですね、そういうところをですねヤマハさんはですねよくやってくるんだよなっていうところをですね思うわけでございます。ほいでですね川崎もですねやらかしてるんですよ。昔ですね Z1000 であれな、ダイグ ZRX1000 っていうですねオートバイがあるじゃないですか、ビキニカオルのやつですよね。でおじさんですねローソンレプリカのですね R1 とか R2 とかですね、ああいうのもですねおすげえなすげえなっていう風にですね見ていたんですよ。そっくりじゃないかよ君みたいなオートバイがですね現代の技術でですね出てきた時にはですね ZRX はすげえよなっていう風にですね思っていたんですよ。ああしてみたらですね各社ですね結構うまいことですね続いてくるなっていう風にですね思うわけでございます。ホンダに至ってはですね CB のですね1000の頃はまだビッグワンの頃はなかったのか、1300のですねスーパーボルドールだ、あれなんかはですね CB の 1100R みたいな感じにですねなってきた、出てきてわけたわけでございましてですね、ちょうどですね CB のですね1300のですねそういうスーパーボルドールもですねいいなっていうふうにですね思っていた時期があるというわけでございまして、やっぱりですねカラーリングとかですね形でですねこう消費者のねこのなんか物欲をですねついてくるのがですねさすがメーカーさんだというわけでございます。鈴木もねちょこ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 やってるわけなんでございますよね。本当にですねかっこいいですね、鈴木っていう風にですね書いたら、鈴木って書いたらですね現在のですね GF250 とかですね GSXR のですね250とか750とか1000とかですね、ああいうカラーリングはですね鈴木って書いたらもですねえらいかっこいいなっていう風にですね思うわけでございます。あと限定色をですねどこで鈴木さんがですね出してくるかというわけでございましてですね、ハーベーカラーのですね出たハーベーカラーもしくはですねウォルターウルフカラーですよ。いや出しゃいいのに今の GSXR シリーズでねえウォルターウルフカラーがですね出したらですねますますですねおじさんですねヒートアップするんじゃなかろうかというところをですねお伝えしまして、本日のおまけコーナーとさせていただきます。ではでは。